プロバスケットボール B リーグ一部群馬クレインサンダーズの選手が特別支援学校の生徒らとバスケットボールを通して交流するイベントが千代田町で開かれました。群馬クレインサンダーズは恩返し活動と銘打ち、企業や市町村などと連携した地域貢献活動を行っています。イベントはサンダーズのオフィシャルパートナーの味の素 AGF と協力して開催しました。イベントではまず辻直人選手や野本健吾選手らが太田特別支援学校の生徒に手ほどきするバスケットボールクリニックが行われました。子どもたちは選手らとミニゲームを楽しみ、試合後にハイタッチをして交流していました。ゴールはちょっと決めた。すんごく優しいです。すんごくめちゃくちゃ楽しかったです。この後伊勢崎市の車椅子バスケットボールチーム群馬マジックの選手による体験会も行われました。およそ20人が参加し、群馬マジックの選手兼代表高橋俊一郎さんの指導を受けながら車椅子の操作やシュートの練習に取り組みました。体験会には辻選手と野本選手も参加し、群馬マジックの選手とゲームを行い会場を盛り上げていました。本当にいい時間を過ごせました。短い時間でしたけど、はい、もっともっとバスケットで群馬県を盛り上げていきたいと思いますし、もうすぐ開幕なので皆さんぜひクレインサンダーズを知ってもらってアリーナに来ていただけたらなと思います。やっぱりバスケットボール通じてみんなと触れ合うことができるのはやっぱ特別なんで、今日も楽しかったです。いつも応援してくださってるみんなさんのおかげで、僕たちもこうやってバスケットができてるんで、こういう機会をありがたく思いながらまた開幕戦頑張っていけたらいいなというふうに思います。